B 級軟式飛行船は第一次世界大戦の間及び大戦後の短い期間にアメリカ海軍によって運用された警備用飛行船である。アメリカ海軍は全球の DN-1 の大失敗から多くを学んでいた。この結果 B 級軟式飛行船は成功を収める飛行船となった。ジェローム反省カー博士は 飛行船設計の理論研究に答えを出し、また、ジョン・ H ・タワーズ大尉はイギリスにおける軟式飛行船の設計を調査してヨーロッパから帰還した。そこで海軍はアメリカのメーカーに対し16隻の飛行船を製造するよう努力を要望した。1917年2月4日、アメリカ海軍長官は16隻の B 級軟式飛行船を調達するように指示した。 最終的にグッドイヤー社は9隻の船体を製造し、グッドリッチ社では5隻を製造した。カーティス社はこれら14隻の飛行船すべてのためにゴンドラーを製造した。コネチカット航空機会社は2隻の船体の製造に当たってユナイテッドステーツラバーカンパニーと契約し、ゴンドラ製造に際してはピジョンフレーザー社と契約した。カーティス社の製造したゴンドラは、 JN-4 用の胴体を回収したものであり、OX-5 エンジンで航行した。コネティカット航空機会社の軟式飛行船は、ホールスコットエンジンで航行した。最終的に20隻が建造された。アメリカ海軍は、東海岸に飛行船基地を整備した。場所は、マサチューセッツ州チャタム、ロングアイランド島をモンタウク、ニューヨーク市内のファーロックウェイ。 ニュージャージー州ケープウェイ、バージニア州のーォーク、フロリダ州、キーウェスト及びペンサコラである。他に飛行船基地がパナマ運河地帯においてカリフォルニア州のサンディエゴ及びココソロで設営された。最初に建造された16隻の B 級軟式飛行船は1917年中期から東海岸の基地に配備され訓練任務で後半に活動した。幾度かは 消息不明者の捜索任務に投入され、うち少なくとも一度、墜落したアメリカ海軍飛行艇の捜索、救出活動に出動している。B-17、B-18、B-19 の3機のゴンドラが、グッドイヤー航空機会社により回収された。またこの会社では、B-24 と思われる、新機のゴンドラを製造した。 B 級軟式飛行船はサンディエゴ及びここソロからも作戦行動した。チャタム基地に所属する一隻の B 級軟式飛行船は U ボートの追尾に参加し攻撃を試みるために水蒸気を呼び寄せた。B 級軟式飛行船は約13,500時間を作戦に費やし飛行船の作戦に従事する海軍飛行士160名を訓練した。B 式飛行船は 濃いオリーブ色で塗装されていたと考えられている。B 級難式飛行船は、急戦の後に多数が解体され、1924年まで2隻が残存したに過ぎない。ありがとうございます。